今回はアニメ制作会社シャフトはなぜ落ちぶれたのか、というテーマについて考えてみるぜ。アンチシャフト動画か。いや、私はシャフトが制作した大ヒット作、魔法少女マドカマギカが一番好きな作品で、同じくシャフト制作のヒット作の物語シリーズも好きな、シャフトファンなのだが、ファンの嘆き動画だったか。過去の栄光はいいとして、2020年代のシャフト作品はこの通りだが、マギアレコードしか話題にならなかった。しかもこのチャンネルでやったように紛れこの終わり方は不評で、近年のシャフトは不振と言っていいだろう。アサルトリリーは出来は悪くなかったみたいだけど、しかも最新作のルビー溶接帝国はアマゾンプライムの評価が 2.4 点と、極めて不評だった。うひゃー、これ3点割ってる作品はかなり評判悪いよね。このアニメは原案がウロブチゲンさん、マドカマギカの作画演出スタッフも参加してたので、マドカファンの私は残念だったな。さらにこの作品のディスク版は作画を改善するために、発売延期をするという発表があった。こんな不評な作品の作画を直したところで、それより新作を作るべきじゃない？ほんとそうなんだよな。現在のシャフトの新作の予定は、私が一番楽しみにしている作品。劇場版魔法少女マドカマギカワルプルギスの回転だけだぜ。じゃあはよそれ作ればいいのに、マドマギならヒット確実やろ。ところが2021年4月25日に発表されたっきり、続報は全くないんだ。2年近く何も新情報がないなんて、わけがわからないよ。つうかシャフトさん、どうしてこうなった？その理由は、私が思うに、有力な制作スタッフが、シャフトを去ってしまったからだと思う。ああ、やっぱそうなのかね？もちろんアニメの制作スタッフは社員でなくフリーの人も多いから、シャフトの仕事を受けなくなってしまったケースが、多いんだろうけど。というわけで今回はシャフト作品を紹介しつつ、シャフトを離れたクリエイターたちも解説していくぜ。去る者は追わずなのかな？まずは2003年のポポタン。時空を移動する謎の屋敷に住む三姉妹のファンタジーアニメだ。原作ゲームのキャラクターデザインは、物語シリーズなどで有名な渡辺明夫さんだぜ。渡辺さん、この頃からシャフト作品に関わってたんだね。この作品ではポヨヨンロックという名義だけどね。このアニメは原作と違いオリジナルストーリーだ。巧妙なタイムリープ要素があって、シリーズ構成の花田十喜さんの、最高傑作だと私は個人的に思うぜ。世間的には花田先生の最高傑作は、空よりも遠い場所だろうけど、監督の木村慎一郎さんはこの作品がシャフトの2作目で、その後シャフトを離れてしまったけど、残っていれば貴重な戦力になったと思うぜ。ご縁がなかったのか。次は2005年のパニポニダッシュだぜ。天才幼女先生が主人公のカオスラブアニメだ。日常の博士の先輩かな？この作品で失った人材が、シャフトにとって最大の損失だったかもしれない。そうなの？このアニメには大塚舞さんというアニメーターが原画で参加している。シャフトのテレビアニメは、それが最後の仕事になった。そして大塚さんはシャフトを去った後、このように多くの作品のキャラクターデザインを担当したんだぜ。のんのん日和とか、街角魔族とか、人気作品ばかりやん。シャフトではどんな作品のキャラデザを？それが、大塚さんはシャフトでは作画監督までで、キャラデザは担当させてもらえなかった。それって、つまり、そう、シャフトは大塚さんを評価してなかったってことだ。こんな凄腕のアニメーターを正当に評価してなかったって、ダメでしょう。もし大塚さんがシャフトに残ったまま活躍してくれてたらなぁ、って思ってしまうぜ。これは痛い損失だったね。ただ大塚さんは、2017年のシャフトの劇場アニメ、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るか、に作画監督として参加しているので、シャフトと絶縁したわけではないようだぜ。そうなんだ、じゃあいつかシャフトのアニメでキャラデザをする日が来るといいね。次は2007年の F はテイルオブメモリーズだぜ。アドベンチャーゲーム原作の恋愛群像劇アニメだ。シャフトといえばシャフト演出が有名だけど、このアニメはその演出がキレッキレで評価が高いぜ。さすが辛坊昭之監督。いや、このアニメの監督は辛坊さんでなく大沼慎さんだぜ。辛坊さんに次ぐシャフト演出の使い手と評される。貴重な人材だね。あれ、まさか。そう、大沼さんは夏の嵐のシリーズディレクターを担当した後、シャフトを離れた。そして、数々のアニメを監督、総監督として世に送り出したんだぜ。バカテス、プリズマエリア、ボウフリ、魔王学院、超ヒットメーカーじゃないですか。大沼さんがすごいのはナロー系でもヒットを出したことだよな。名監督と言われる人でもナローはダメだった人もいるけど。大沼さんは本物だね。まあシャフトが失った最も大きな人材としては、大沼さんが挙げられることが多いよな。もはや育成のシャフト。次は2009年のマリアホリックだぜ。女狂いの変態ユリ少女が主人公のギャグアニメだ。今はポリコレ的に放送が難しそう。このアニメのキャラクターデザインは、さよなら絶望先生も担当した森岡秀幸さんなのだが、
2011年のミキが森岡さんの最後のキャラデザになった。その後2017年の3月のライオンで原画を担当し、それが森岡さんの最後のシャフトの仕事になった。空白の6年間に何があったんや。そして森岡さんは、2017年の延々の消防隊のキャラデザを担当したんだぜ。あらら、この人が抜けたのも痛かったね。次はさっき出た2009年の夏の嵐だ。タイムリープ要素のあるコメディ作品だぜ。シャフトでは珍しい感じ？この作品のキャラクターデザインは、同じシャフトのパニポニダッシュ、ネギマ、も担当した太田和弘さんだ。しかしこの作品のキャラデザの後、荒川アンダーザブリッジの原画を最後にシャフトを離れた。3回もキャラデザをやった人が抜けるとか。そして太田さんはリゼロのアクション監修など様々な作品に関わった後、2022年の話題作、異世界おじさんのキャラクターデザインを担当したんだぜ。シャフトはダメージデカすぎて、イキュラスキューラで忘れたい？次は2011年の電波女と青春男だ。宇宙人にさらわれていたと主張する不思議少女とのラブコメだぜ。まさに電波女。このアニメはブリッジさんの絵をよく再現しているぜ。僕は友達が少ないよりも作画がいいと思う。この頃のシャフトはすごかった。畑山守さんはこのアニメやマドカマギカなど、多くのシャフト作品の絵コンテや演出を担当したのだが、劇場版魔法先生ネギマを最後に、シャフトを去ってしまった。ああ、また一人。その後、畑山さんはこのように多くの作品の監督を担当したんだぜ。かぐや様の監督だったの？私は畑山さんの離脱は大沼さんより大きかったと思うぜ。なぜなら大沼さんはシャフトを去った後、シャフト演出をだんだんやらなくなったが、畑山さんはかぐや様を見ればわかるように、ずっとやってるからだ。確かにかぐや様の演出ってかなりシャフトっぽいもんね。シャフト。今は直系のシャフト演出はかぐや様だけに感じるぜ。直系とかインスパイアとかラーメン二郎ですか？ちなみにシャフトについて、シャフトを代表する監督の辛坊昭之さんは、人間の立ち姿は本来まっすぐではなく、傾いていて、特に女性はそうなので前からそう書いていたと言ってるぜ。辛坊さんの目にはそう見えるのか。次は2015年の幸福グラフィテだ。料理がテーマのキララ系だぜ。シャフト最後のキララ系日常ものか、日だまりスケッチは人気だったそうだけど、この作品とニセコイチキの監督を務めた達和直之さんは、この後シャフトを離れている。シャフトしながら食ってる。それから達和さんは異世界迷宮でハーレムをなどの監督を担当したぜ。このアニメはクオリティ高かったよね。エロいけど。そして最後、これがシャフトにとってとどめになったかもしれないのだが、シャフトを代表する作品といえば、マドカマギカと並んで、2009年から長く続いた物語シリーズだ。板村智之さんは1作目の化け物語から参加し、2作目の偽物語ではシリーズディレクター。その後は2015年の終わり物語まで、劇場版を除くテレビ版の監督を務めてきた。ところが最後の続終わり物語は板村さんが監督ではなく、ずっと総監督だった辛坊さんが監督になっていたんだ。まさか。そう、板村さんは長年勤めたシャフトを離れたらしい。そしてバニタスの式と夜更かしの歌の監督をやったんだぜ。そんな重要なスタッフが抜けてしまうとか、シャフトはもうダメなのか。物語シリーズもその後の2作品も吸血鬼ものなんだよな。板村さんは吸血鬼が好きなんだろうか。てか、逆にシャフトに移籍してきた人はいないの？出ていくばかりなの？いるぜ。シャフトは2000年代前半は、ガイナックスと共同制作することが多かった。そのつながりでガイナックスから佐伯昌司さんが移籍して、アサルトリリーやルミナスウィッチーズの監督を務めたぜ。ただ佐伯さんはガイナックスの人なのでシャフト演出をやらないから、シャフトファンとしては寂しく感じるな。シャフトに来たから作風を曲げてシャフト演出をやるってわけにもいかないよね。以上、シャフトはなぜ落ちぶれたのかについて解説したぜ。てか、逆にすごくない？業界に優れた人材を輩出し続けて、シャフトはアニメに貢献しているよね。そうだな、シャフトが今後どうなっても、シャフトの血はアニメに残っていくのだろうね。いや、ワルプルギスの回転が完成したら、まだワンチャンあるよ。奇跡も魔法もあるんだよ。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。よろしくね、ウェッヒ。それではまた次の動画で。